さあ注目選手登場です。ロシアのイリア・クリムキンです。23歳。この選手も世界ジュニアでチャンピオンになったことのある選手です。1999年の大会でした。いや、この選手を初めて見たときはびっくりしましたね。あ、そうですか。はい、っていうのはね、どんな体勢からでもね、いろんなことできちゃうんですよね。できちゃいます ね、本当に。で、想像できないようなね、動きをするんですよ。で、こんな才能の選手がいるんだと思って本当にびっくりしましたね。トリプルアクセル、トリプルトーループですね。もう完全なコントロールですね。4回転も持っています。さあ、これ素晴らしいですね。ソロスピンでキャメルキャメルっていうのは少ないんですよね。それだけやっぱキャメルの方が難しいんですよね。ですからほとんどの選手がシットスピンですね。だからやっぱりキャメルの方が難しいから、ジャッジはやっぱりそういうところを見てますからね。まあ、最初にコンビネーショントリプルアクセルで飛びましたからね、これはもうダブルしかありませんね。リバースの動きのステップですね。スピンもインサイドから入って、非常にフラットなスピンを入れたり、非常にテクニックとしては非常に難しいテクニックを使ってますね。このアップライトスピンなんかも本当に素晴らしいですよね。選手はもうキャメルを使ってますよね。いや、素晴らしい出来ですね。そうですね。まあ、スワンレイクっていうと女性の音楽っていう風に、はい、もうイメージが強いわけですよね、うん、それをあえて男性が使い、しかも要するに衣装は黒鳥のつもりでやってる、はい、で、非常に技術的に見ますとね、ものすごい難度の高いものをもうごく自然にやってるんですね。だから強いて言えばもうちょっとエッジのこう、なんていうんですか、シャープさ、滑りっていうものがプラスアルファで出たら本当にすごいなと。だから技術面で見たら本当に今やっぱり世界でも指折りじゃないんですか。そういう難しさ の動きができる選手ですね。このクリムキンはコーチを2003年の7月に亡くしています。そのコーチが最後に選んでくれた曲がこのスワンレイクだったそうです。ですからコーチのために今年これを滑っているんだそうです。まあ、ジュニア時代も彼をコーチしているところをもう目の前で見ても本当に怖いっていう感じの先生でしたよ。厳しくて。ああ、そうですか、ね、だからもうどっちかというとイリアは先生の顔見ながら滑ってるってそんな感じだったですからね。あ、そうですか、もうなんか僕ら見てると先生のは、まあ、あれは怪物じゃないかとかってそんな感じだったですからね。あ、そうですか、でも本当にその時点、もうその時代からですね、もうすごい素晴らしい才能を持ってるっていうのは分かりましたね、非常にいい出来のショートプログラムでした。
あの予選について本人はグッドとベリーグッドの間くらいの出来かなというコメントをしています。いやこれはもう高得点がね、はい、当然出て当たり前でしょうね、はい、技術的に言いましたらねもうほぼトップに近いものですからね、はい、5.4 から5.8、 それが技術的な評価でした。もうあえて言えばもうちょっと滑りがあればもっと高く、もう非常にいい出来ですね。そうですね、プレゼンテーション 5.9